はい、えー、田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。<laughs> えっとですね、まあ、あの今はあの質問書ですね、国会での、えー、それの、えー、理由に関する演説を、えー、読んでいるところです。まあ、昨日はあの政府がですね、この足尾銅山、えー、というこの加害者を要請しておきながらですね、えー、その被害者が、まあ、西岸に、えー、来たら えー、まあ、要するに、ここが字が間違っているとかですね。あるいは、あの、その調べ方がおかしいとか、つ褄つまが合わないとかですね。まあ、そういうことを、えー、言って、馬、ま、鹿、あ、にしていると、えーまあ、そういう、あの、ことをですね、えー、述べておりました。はい。では、続きを読みたいと思います。<laughs> えー、人形を見ないで、えー、土地をご覧になる土地を見ると言うと、えー。決してそういうことはない。はい。これは、あの、 要するに、この被害民のですね、この風貌とか、あるいは、その、えー、使っている言葉とか、言葉遣いとか、まあそういったものを見ないで、えー、この被害地の土地をよく見てくださいということですね。<laughs> この土地をまた愛さないというに至っては、宣告も、お話申しましたけれども、もう山を切るくらいなことじゃないので、百姓を粗末にするぐらいな ことじゃないのでその土地が、えー、焦土になって、まあ、あの焼,き焼けたようなです、ねえー、焦土ということですが何百年も何千年の後までもそこが砂漠になるということでこの国を愛さぬというに至りてはこれは容赦がならない。はいまあ、というわけで,です、ねあのこのえー、本当にこの砂漠化した状態ですね私の今背景に映っているのはですね 谷ああ中村のあとで、鉱毒が最もひどかったところの現在の状況で、このようにあの緑に見えますが、この洪水で押し寄せてくるあの川の水は、硫酸を含んでおりましたので、枯れちゃうわけですね、えー、植物が、作物も枯れてしまうと。 荒れて、手足が荒れてすぐに、たちまち荒れたというふうに言っているぐらいなわけです。で、えー、まあ砂漠化している状態なんですね。この、えー、河川敷とか。で、まあそういうところなので、遮るものもなく、もう鉄砲水のように洪水が、まあ、押し寄せると。で、こういうことをですね、まあ、あの、えー、許すということで、まあその、 国を愛,さ愛,愛すとか愛さなとかそういうことには、えー、ならないとまあそういうことですね。<laughs> でこの辺りから、まああのえー、愛国心とか、えー、土地への愛とか、まあ、そういう問題が、えー、出てきます。果たして、えー、この土地を愛さぬというに至ったならばこれは管理にして管理にあらずまあ役人と言えないと、えー、管理っていうのは役人のことですね。<laughs> まあ日本のですね、その官庁の、えー、役人として、この土地をですね愛さ、愛さないというのはおかしいだろうと。日本の人間にして、日本人にあらず。はい。えー、で、ここがですね、まあの、ちょっと重要なんですけれども、あのよくナショナリズムっていうあの言葉があるんですが、これはあの、えーまあ、国,国民主義っていうことですよね。である国に生まれて、 ているああの、まあ、国民ですねまあ、それをこう、えー、大事にするというのとプラスまあああのある種の排外主義みたいなものが入ってきたりすることもありますがこれとですねあの郷土愛とか愛国心っていうのはあのしばしばあの区別されます英語で言うとナショナリズムと、えー、パ,パトリオティズムですねペーチュアオティズム。 パトリオット、えー、っていうのが愛国者で、まああの、国を愛するという。えー、で、まあ、ですから、これはあのこの、えー、まずあの、共、え、同、ー、愛っていうのはローカルな話なんですね。ローカルなその土地、うん、一つ一つの土地を大事に、まあ、すると、えー。ナショナリズムっていうのは、まあ、もちろん本来であればですね、 まあ、国民を大事にするということになるんですけれども、えー、そうなってないんじゃないんだろうかということですね。その土地,を土地がです、ね、荒れて砂漠化していくのをですね、まあ、あの許す、許可する、えー、どころか切り捨てようとしていると、まあ、これはおかしいということですね。だからこの辺は、その郷土愛と、えー、ナショナリズムのですね、 まあ、あの、違いというのがよくわかる箇所かと思います。でこれは、え国賊とも何とも名の付けようがないものになってくる。その土地にして、皇帝陛下の、つまるところ、皇帝陛下のご出遊、えあすいません、おいで遊ばすところまで、えだんだん狭まってくるのである。はい。で、これはですね、あの、以前、あの、天皇にえ言及がありました。 でこれどういうことだったっていうかというとですね、前は鷹狩りがあのよく好きで、明治天皇がね。で、この渡良瀬川のですね、ちょっと北のところの山に行くんだそうです。そうすると、そこを案内するのは、被害民になると。で、この被害民のですね、痩せ細った姿を天皇に見られたら、皇族被害のことが天皇に、 知られるぞという形であの言及していました。で、えー、明治天皇のですね、あのまあ、最終的に田中正造直訴したりするのは有名なんですが、まあ、あのこの、えー、言い方だとですね、天皇にそんなことを知らせてはいけないという言い方なんですね。でつまりあくまで天皇というのはあの政治の主体ではなくて、 政治の結果生じたですね、この鉱読被害、これをあの共に受ける存在であるかのように書かれているわけです。ですから、まあ、あのよく言われるのが、天皇自身が悪いのではなくて、天皇のそばについているですね、あの家臣が、まあ、横島の あこととをや,やるというねこの君足の官っていうふうに言うんですけれども、あの君主のそばにいるあるものと、まああの、そういう図式で考えてるっていうのがなんか分かるんですね。で、この天皇陛下がですね、おいで遊ばすところもだんだん狭まってくるよと、えーまあ、東京から近いところですし、えーまあ、天皇陛下がですねあの、えー、来たことがあるという、まあ、そういった記録も えー、なんかあ,あるんでしょうね、えー、あったような気がします。で、えー、ですから、天皇、あの最終的に寺川直をするんですけどあの、その前にもですね、あのあの日清戦争の前に、まあ、軍艦をですねあの買う予算に、天皇があのポケットマネーを出すんですよね。で、それも、その時きも、まあ、これはいい,、まあ、いい天皇だからいいんだけど、もし暴君だったら、 あのどうするんだろうと、い、まあ、うことを心配していて、あの天皇は政治に関わらせてはいけない存在としてずっと考えてるということが、まあ、ここでも分かるんですね。なので、最後の、まあ、直訴っていうのは、えー、これはですね、まあ、あ,のある種その、えー、絶対に政治に関わらせてはいけない、えーまあ、天皇ですね、これを、えー、しかも切り札がないという。 ある意味その立憲君主制って、田中が考えていたものが、もうおしまいなんだという。まあ、そういった思い詰めたあの行動だったということがわかります。はい、で、続きを見ます。<laughs> え、増産もない話である。足尾銅山だけの被害というものが、日本に八十何箇所ができれば。まあ、あの、これは八十えー、まあ、昔の数え方ですよね。国、あの。な えー、それだけの州があるという日本の中にまああのでそれができればですね、えー、日本中は皆砂漠になるというそろばになるのであるとはいでここはですね、えーまあ、どちらかといえばこの被害地だけが犠牲になればですねまああのこれは済むんだと、まあ、そういう考え方があのもう見えてきてるわけですでこれをですね、まあ、スケープゴート理論 スケープゴート心理とか、まあ、言いますが、まあ、犠牲のヤギですよね、あるあの一部が、あの人たちがこう犠牲になると、ほかの、えーまあ、日本はです、ね、あの安全だと、まあ、そういうあの、えー、考え方ですね。で、でこれをあの否定していると思います、つまり、ここをこういうふうに見殺しにするってことは、他の場所も同じように見殺しにされるぞと、まあ、こういう理屈を常に言うんですね。 ここだけを切り捨てれば、えー、日本人全体があの、この銅がたくさんですね、生産されて、まあ、それであの潤うんだと。まあ、そういう理屈ではなくてあの、私たちの住んでいる場所がどん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 あの汚されていって、潰されていってしまうぞというあの言い方をするんですね。で、これはまあちょっと、えー、私がよく参照する、あのまああの まあ、関東のですね、提言名法の第一っていうのがありまして、で、これは、まあ、あの、あるですね、まあ、規則とか法律、これがもし、この、普遍的にこう広がったと、みんなが同じようなことをや、やり出したら、どうなるかということを考えて、で、それでみんなが、あの、それを採用したら困るようなルールっていうのは、えぇ、ー、まあ、ルールにはならないという話があるわけですね。だから、まあ、これは全国的にもし、 こんなことがですね、こんなあの、皇族被害が広がったらまずいと、えー、考えられるようなですね、そういう土地の破壊はまあしてはならないんだと。まあ、そういう論理だと思います。一部だけ犠牲になればいいんだというんではなくて、あの、もしそれが日本全国で起きたら困るようなことは、一部、廊下の場所であってもやってはいけないと。まあ、そういったあの、理論ですね。 はいで。で、このソルバンになると。日本中がみんな砂漠になってしまうと、えー。ソルバン上で分かった話である。さようなこともございます前が、まあ、そんなことにはまさかなりませんよね、という。で、えー、憲法の話、法律の話は私は、えー、知りませんけれども、えー、ここが誠に違い法権のありさまを成しておって、一方はこの法律というものは、 被害地になくして、政府というものは被害人民の方になくして、憲法も被害人民の方になくして、政府も法律も憲法も皆、古川一衛の左右するところになっておる。一人で憲法も法律も左右する、政府も左右するところになっておるのである。はい。で、これは、まあ、あの、当然ですね、その土地、 に対するあの権利というものは、まあ、守られる、えー、なければならないというふうにあの規定されて憲法に規定されているわけですね。で、えー、ところがまああのもう好き放題だとでたった1人の、えー、この古川一兵衛という人の,この意思によってですねまあ,あのこのこ人民の権利というものがこう奪われてしまっていると。たたった1人で その憲法や法律をこう左右してしまって、政府まで動かしていると、えー、いうことですね。はい。で、被害地方には政府も何もない、憲法も、あ法律も憲法もない、農商務省の役人は取りも直さず、古川一衛の奴隷であると言わなければならぬ。かようなわけでございますので、何とも関とも、 実に器用のことを思いまするというと、まあ器用って過去のことです。これまでのことですね。実に憤慨にも、えー、何にも耐えないのでございまする。さようなことを今日言うのは、誠に残念でございますけれども、言わなければならないので、それからなお繰り返して申しますると。ただ政府を攻撃するという周囲ではないのでございますが、この免疎という一点については、 前内閣もよろしい。現内閣もよろしいということを申しましたが、はい。で、この免訴というのは、まあ、被害民がですね、あの、この収入がなくなるので、まあ、租税を納めなくてもいいということですね。これには厚く斜しておかなければならんのでございます。しかしながら、惜しいからことが遅れてしまった。一体被害地というものは、早ければ誠にありがたかったのである。この 被害者というものはもう悪くなってしまったのである。それからまた悪くなってしま,しまわないところも、高毒というものが入れば、入るだけ悪くなってしまった。入れば入っただけ、そこが死んでしまう。100分の1が死ぬとか、100分の10が死ぬとか、もう一部は、えー、いけない。人間の指なら、指が一本なくなると、これは衛生できないと同じであって。 あとがもうほとんど死んでしまった、死んでしまった後である。後であるからして、ちょうどまずその前の政府が残虐であって、無罪の人を逆さまに吊るしておいたのをわからないようなわけでございまする。はい。で、ちょっと時間が来たので、まあ、このあたりで、えー、今日は終わりにしたいと思いますが、まあ、この面相も遅すぎたと、ずっとこの 対応をずっとし,していなかったと。まあ、これがその逆さづりにですね、あの、しているという、まあ、状態だ。あの、あの、まあ、この攻めくに合わせていると、まあ、いうことですね。はい。で、今日読んだところはですね、まあ、重要だったのはやっぱりナショナリズムとその郷土愛の違いとか、まあ、天皇はあくまで政治には首を突っ込まないようにするとか、あるいはその、一地方だけ犠牲にすれば、えー、という考えだと、 日本全国,中全国がだメになってしまうよと、まあ、そういった話ですね、でこれはあの実際、郊外列島という言葉が後があので戦後になって、えー使,えー、使われますけど、まあ、これもある意味、予言的だったというふうに言ってよろしいかと思います、はいえー、今日はこれで終わりにします。